いやどうも、というわけで本日もありがとうございました。皆様仏様、はい、というわけでね、今日もやってまいりましょう。反省会ならぬくっちゃべり会でございます。もうカシャカシャカシャって毎回ね、もうフライングゲストがいらっしゃる。バリッって今すげえすごいね、その ASMR セリーヌです。おまんかた俺のあげたギャランティーをね、バリッ、めっちゃいい色よ。あ、ほんとすごいね。今日あのファミマスイーツの新発売のなんだっけそれ、宇治抹茶の生チョコタルト。そう、まあ、生チョコと抹茶っていう、こう女子が嫌いの分けないコンビの新作スイーツが売ってたのね。ちょっと買ってみたっていう。そう、いや分かんない、うまいかどうか。美味しい。ただファミマスイーツ外れないんじゃない？ないないない。で今日はあのふんわり子さんが、うん、あのパルルンがなんか配ったの、抽選したの、抽選して、うん、そこそ25周年キャンペーン、25周年キャンペーンで当たったなんか三ツ矢サイダーの甘ささっぱりレモンとライムってやつのレモラってやつを俺とセリーヌにくれたんですよ、わざわざ。俺これ飲んでみっから、うん、じゃあこれを俺 ASMR 聞こえるか、はい、本当に酸っぱいの俺。昨日レモン果汁だけ飲んだ人だよ俺。うん、三ツ矢サイダー。うわ、え、これレモンとライム味する？俺がぶっ壊れてんのかな。まあレモン果汁そのまま飲めるからな。あ、でもね、無果汁って書いてあるからねこれね。うん、原材料名砂糖類、うん、デブの元ですね。内容量 500ml。 まあでも美味しいですね。久々にこんな甘い炭酸を飲んだ気がします。うん、ふんわり子さんごちそうさまです。あざす、うん、うまい。それうまい。抹茶味すんの？する、うん、チョコ味は？いや、ま、抹茶の方が強いんじゃない？ああ、うん、美味しい。いいね、もう家でくつろいてるかのごとくの。それ売りにしてんじゃないんですか？そうだよ、こちら。そう、こちらの反省会はそれが売りなので、いや、いいなと思って。いいじゃないですか。ちょっと見ましたよ、あの先日の生配信のやつ。あ、見た？うん、まああのコウタさんの太ももばっかり映ってるやつ。そう、あれ小生が悪いんで。しかもさ、ちょっとあのこうまくれちゃうタイプのなんつーの、あのジャージタイプをさ、うん、履いちゃってたもんだから。で、しかもね、なんか飛び飛びでどんな話したのかなと思って見たから余計に良くないんだけど、あの全然、そうだから足アップにしてるところばっかり来んだよ。回すところがね。そうなの、そうなの。じゃああれもさ、うん、なんかその俺本当は小戦地とか泊まった時に、うん、寝巻きをやっぱ持ってくじゃん、うん、でその旅館でもねえし、うん、だから本当はあのユニクロの、うん、エアリズムの俺捨ててこがどっかにあんのよ、うん、それ持ってくべと思ったんだけど、全然探しても見っかんなくて、どこ行ったと思って、多分夏物のどっか閉まっちゃったのよ、うん、いやー全然ねえやと思って、うん、でその俺のジャージ入れみたいなのがあんじゃん、うん、引き出しが、うん、そこ開けたら、まあ、とりあえず一回このハーパンでと思って、であん時あれゆかいさんのバースデーパーティーから帰ってきて、あの配信をやったから、うん、もう油断しきってたの、うん、でどっちにしろ小生がその最初のカメラの画角やった時に、うん、そんぐらいしか映さなかったから、でなんかのタイミングで俺足めっちゃ太いがんねってなって、それ映し出したんだよ。ざげんなよっつって、そうっていうね。足と胸毛の話しか残ってないですけど。足と胸毛っていうか背投げじゃないかな、おそらく。胸毛。あ、胸毛ね。胸毛じゃなくて胸毛ね、うん。気になる人はライブ配信見る。あれ、なんだかんだうちの動画にして回ってる方だったな。なんでこんな回ったと思って。なんかね、緩くて面白かった。そうだよ、そんであの、トークサバイバーやってさ、うん、リアルトークサバイバーを。あ、そうだったんだ。やったのよ。うん、でコメントでね、うん、あんだろうタクマよっつって、つれえ話あんだろうとかっつってやったんだけど、まあタクマがなかなかのネタぶっこんできたりしたんで、皆さんよかったらあのチャット
を、まあ、見つつちょっとねアーカイブ残ってるんで見ていただければ。そうだったんだ。ただ飛ばし飛ばしだとさっきセリーヌが言ったとおり俺の太ももばっか見る羽目になるので、別に俺の太ももって見ても誰も得しないあれなのですごいよ、あの絵の迫力はすごいよね。絵の迫力はすごい。いやだからこれが例えばあのかすみちゃんとかが映っててかすみちゃんの太ももめっちゃ見れますよとかだったら多分ね釣れるわけですよ。釣れるわけですよ男どもが釣れるんですけど、うん、残念ながら俺なのででも今日ふんわりこさんが言ってたよ、うん、俺今日さ外でさえどういうことと思ったんだけど、うん、このレモナもらったじゃん、うん、今日ふんわりこさんが、うん、セリーヌ今日ミニスカートって聞いてきたのあれすいませんって俺はセリーヌそこまでは確認してなかったですねセリーヌミニスカート俺あれ俺そんないつもセリーヌのおみ足ジロジロ見てるような感じで俺なんか上半身しただけかなって思って、あのね、うん、多分先週多分木曜日にパルルンにの本社に来てくださった時も、うん、確かスカートだったのよ。そう、そんで昨日放送でなんかゆうすけさん言ってた。そうで昨日も雨だったからスカートだったの、はいはいはい、でしかも膝より上じゃないとあ濡れちゃうもんね。そう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 、で私は雨の日はスカートって決めてんだけど、うん、そうでそれで昨日その話をしてたから余計かもしれない。そうそうそう、でなんか昨日ゆうすけさんが、うん、セリーヌが今日膝上のスカートめっちゃ履いてますとかって言ってた話を、うん、ふんわりこさん覚えてたから、うんうんうん、今日セリーヌミニスカートって、うん、いやすいませんそこまでは確認を取ってないので後ほど確認を取らせていただきます。俺待って待ってよく考えたらセリーヌのスカートの確認を取るってめっちゃ変なやつだと思ってますます怪しい女の子がスカート履いてるかどうか確認しますってさ今思えばふんわりこさんとのやりとりあれよく書ければちょっとおかしいなと思ってそうめっちゃ今なんか一人で面白くなっちゃったって。さすがふんわりこさんだね。さすがですよまあ俺とセリーヌの仲ですから、うん、ねそれはスカート履いてるかどうかこうパッと見ればいいか。俺なんで今日ミニスカートって今日俺なんかそんなミニスカート強調した時あったっけかなみたいな、うんうん、って思った、うん、からびっくりしちゃった、うん、え俺みたいな。そうあ俺確認すんの。あじゃあだ見ときますね後でっつって見ときますねっていうのも変な話だけどね本当に、うん、ちなみに今日ちょっと長めのスカートだな。今日は長め、じゃあふんわりこさん今日セリーヌ長めのスカートです。はい大丈夫です。何が大丈夫なの何が大丈夫なの。だから大丈夫なんだけど、うん、なんかさこう、ま、巻く感じのスカートデザイン的にね、ファサーっとファサーっと、ファサーっと、これさあれ危ないのよそれこそ本当に。どういうこと危ないって何が危ないの風吹いてくるじゃない。あファサーって、そうそうそうファサーなるわけ。そんな上まで行く。いやで違うのよこうなってんのよこう。あーなるほどね、なるほど、あのチャイナドレスバージョンみたいな、みたいなね、あのそうそうなんつうだっけこの本当にラップスカートじゃないけど輪着にある切れ目なんつうんだっけ。スリット。あそうスリットスリットそれ切れ目つそうそうそう、なるほどね。そうすると、うん、ファッサーなっちゃうんだ。そう。あーであとだからこう特にさ今のも下がふわふわひらひらしてんじゃない。はいはいはい、これはもう危ない。風がある日は危ない。やばいね。うわーうわっさーってなるね。そう見せるつもりないで一回、うん、このスカートじゃないんだけど、うん、それこそなんかねちょっと膝丈ぐらい の、うん、あのワンピースみたいなの着てた時に、はいはい、会社の前でファッサーなってブワーってなって、うわーうわーっつって、あそこ結構車通りもあるのにね。そうだよ昼間昼間そう下に郵便局もあるのにね。そうだよ。まあ、本当マリリン・モンローでも収まんないから、わちゃーっつってしかもさマリリン・モンローさ両手空いてるからいいよ。ああ私その時さあのいろいろだからそれこそあのパソコン持ったりとか、そうそうそう、持ってるわけよ。その中でさ来てさもう不意打ちよ、やばっもうだからあれだよね、パソコンを捨てるか尊厳を捨てるかそうよ、もうそうなったら尊厳捨てるしかないよ。尊厳捨てるでしょ捨てるしかないよ女の子って大変だな女の子はあのさ、だってその時学んだよ、うん、ただしとしと雨降ってる時は、はいはい、別にそのスカートでもいいんだけど、はいはい、いや
嵐っぽい時はもうね、そう風が吹く日はそう、ただズボンは嫌だと、まあ、ビチャビチャになるもんね。そう、うん、そうかと思って、うん、キュロットみたいなさ。キュロットってどういうの？なんつーの、ハーフパンツの、あーはい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 、みたいなさ。あんねあんね、あれ今なんていうのかわかんないけど、うん、それにしようと思って。確かにね、そうあれはいいかしら。半ズボンになってれば、なってればめくれもしないし跳ねないし。そうだね、それで会社にホットパンツなんか履いてったらまたそうなのよね。セリーヌ今日ホットパンツっすかみたいな攻めてんねっつってそうだよ。じゃあ太ももは見せらんないからさ、ちょっと。でも昨日膝上だから昨日は見せてたわけじゃないの？ギリそうだね、あ見えてたかもしれません。いやでもそこを逆に見てたっつったら、ユウスケさんは一体どこを見ながらラジオやってたんだって話になるからね。あの人が一番変態っていう説ありまあこの間もそれで散々チトスさんにね、俺とユウスケさんのあれ肯定されたからね。そうだよ、いや楽しかったね。いやそう、それあの回は楽しかった。だ土曜日のあの、うん、本当は多分セリーのお疲れ様とチトスさんようこそをメインでやるはずが、うん、よくわかんない回になった。よくわかんない回だったね。楽しかったけどね。楽しかった、めっちゃ面白かった、うん、だって何が面白かった一番。何かな、その初めてリトル V とちゃんと喋ったとか言ってたじゃん。そうそうなの。そうでしょ、うん、全部面白かったな。なんかでリトル V どうだった、喋ってみてめっちゃ面白かった何が面白かったのなんだろう、うん、なんかさっきもちょっと言ったけど、はいはい、あのすごいさ、うん、あの優しいオーラでさ、うん、こう別にこう浮き沈みはないわけよ、はいはいはい、なんだけどその一定のトーンで、うん、えなんか今言ったよねみたいな、あの感じがめちゃくちゃ素敵だなと思ったそうね、リトル V は基本的に結構フラットな感じで喋ったりするからね。ただあのバイオハザードの配信は見てそれ見たい、すごいから、へえ怖い、あとかってやってんのを、あのかすみちゃんが草っつって草生えるっつって。そうなのよ、あの のろけてるつもりは本人ないと思うけど、はいはい、でもはたから見るとめっちゃラブラブなのはめっちゃ可愛かった。あーなるほどね、うん、まあかすみちゃんもその辺あのヒューヒューっつっていじるからね、うん、めっちゃ可愛かった。でもあのロボッツもかすみちゃんの車に乗っかっていったんでしょ。そうです。その辺はどうでした、かすみちゃんと。いやもうね、すべて笑えちゃうのよ。いやだからなんか言ってたもんね、かすみちゃん私迎え行っただけで笑ってんですっつって。だって目に入るものすべて口に出すんだもん。どういうことどういうこと。例えば、うん、こう車がこう渋滞してて待ってるじゃない、はいはい、でそこの前を、はい、あの例えば、まあ、おじいちゃんとか家族が通りました、はいはいはい、で、まあ、普通に心の中ではさ、家族がいるなーっつって、うんうんうん、で、まあ、気をつけて渡ってねぐらい思うよ、うん、あの人はあおじいちゃんとかさ、そこ気をつけて渡ってねとかっていちいち言うのよもうねそれね、うん、あのどういう心理状況かと言いますとですね、うんうん、これあの茨城県のじいさんばあさんあるあるなんですよ、うん、あの家を通るたびに家をこう覗き込むっていう虚像とあるものすべてを声に出さなくてはいけないという。だからまあもうご存知の通り、小沢かすみという名のおなごは見た感じはあの女の子ですよね、きちんとした女の子。そうね、きちんとした女の子だね。中身は男っつうか多分おっさん入ってんだよねおそらく、おそらく言ってたよね。言ってたじゃん、もう40代だったもんね。そうでしょ、精神年齢だから。しゃあない、運転する時もそういう癖が出ちゃうの癖出っちゃう、これしゃあない。だってさ、うん、とりあえず待ち合わせをしてたわけ、はいはい、最初にあの私とかすみさんで、はいはいはい、で、あのもうすぐ着きますっつって、わかりましたっつって、でその後帰ってきたのが、すいません着いたらトイレ寄ってもいいですかみたいな。で、いや大事だねっつって言って、はい、ドラえもんになっちゃうと大変だからねっていうやり取りをその中でずっとやってそうドラえもん、だから千歳さんがドラえもん全く理解してなかったじゃん。してなかったね。説明できたの結局。説明したよ、うん、説明した結果千歳さんが帰っていくが大変でしたねでも決してそのね、おしっこ漏らしちゃったところに笑ったりとかバカにするでもなく、それは大変でしたねっていうなんだろうね、懐が深いよね
懐深いのに合ってんのかな。あ、何でも受け、彼に、土屋さんに彼氏がいたとしたら結構何でもいけちゃうんじゃない。そうだね。うん、今日なんか最悪、ごめん俺今日仕事クビになっちゃった、あー大変だったねーっていう感じで終わっちゃうじゃねえの、言ってた。心配だよ、心配。うん、逆にだからお姉ちゃんがいるって言ったじゃん、うん、お姉ちゃんがいなかったら大変なんじゃないかな。もしかしたら千歳さんは、うん、なんか悪い男もいい男も寄ってきそうだもん。不安だよね。そう、悪い男になきゃ引っかかんないでねみたいな。そうだから、人がいいのはめちゃくちゃわかるじゃん。わかるわかるわかる。少しは弾くことも覚えなさい。そうって思っちゃう。そうだから、そうだな、あれ多分千歳さん、私一生懸命頑張りますって感じもするから、かすみちゃんがストーカー製造機だとしたら、千歳さんはもしかしたら、あれ悪い男引っかかった紐製造機かもしれないね。もしかしたらあの雰囲気と。もしかしたら、かわいそう、勝手にこんな本人いないところで。ほんとよ、明日主催謝っといて。でもほら、この間のほらちょっとね、うん、マロンの会で、うん、もう名前がどんどん変わるんだけど、うん、そのマロンの会でちょっとね、隣で喋って仲良くなったと俺は勝手に思ってるから、うんうん、いや なってるといいな。なってないのかな。いや、きっとなってると思う。なってるよね、うん。千歳さんこれ聞いてくれてるのかな。でも俺ドラムやってて知らなかったからな。あーそっか、うん、あ、じゃあこう何逐一チェックはしないかもしれないけどね。そうね、まあ最近ドラムの動画も別に上げてないしね。うん、うん、でもこの間土曜日かな、そのやったじゃんマロンで、はい、でその後さスナックに行ったじゃん、うんうん、スナックもさ、またさすごかったというか。すごかったね。ね、うん、あれはまあこれね、本当に皆さんね、なんだろうな、まあ悪い言い方をしてしまえばパルルの関係者リスナー人に頭狂ったやつしかいないなっていう。なんだろうね、なんかまあいいんだけどね。そうだね、うん、めっちゃ面白かったよね、うん、めっちゃ眠かったけどね。本編でも言ったけどマジで眠かった。本当に次の日眠かった。いや、気づいたらね、うん、日またいでたもんね。な、何時に起きた次の日。え、次何時だろう。でもなんか普通に起きたは起きた気がする。一回何時に起きたんすか。セリーヌの普通っていつも何時に起きんの。8時過ぎとかじゃん。8時過ぎ起きた。起きた起きた。偉いね俺、うん、嫁がさ、うん、夜勤で いなくてさ、うん、その息子娘お父さんお母さんに泊めたってじゃん。息子がなんかね、日曜に限ってやっぱ子供って早く起きんだよね、うん、5時半ぐらいに起きたっつってて。5時半早いね。早いじゃん、うん、でお母さん家で寝てたの、その実家で寝てて、うん、パパ起こしてくれって6時ぐらいに行こうとしたの、お母さん全力で止めてくれたみたいで。パパ昨日遅いからやめなさいっつって。あれ危なかった。あれが来てたら、だってあれ帰って風呂入って寝たの何時だ、3時過ぎだよな多分、うん、死ぬほど眠かった。うわーやばいやばい、目つぶっちゃう目つぶっちゃうみたいな感じで帰って、うん、一番良かったのは俺に送ってってもらってすぐホテルインした小生じゃないかな。一番良かったかもしれない。一番気持ちよさそうに行きそうだよね。一番気持ちよさそうに。かすみちゃん地獄だっただろう、ね、うん地獄。今住んでるとこめっちゃ遠いからね。そうだよ、ありえない時間に今着きましたっつって返事しないといたもんね。今着きましたみたいな。いや俺そうなんだよ。そう一回うかすみさんがすごい時間に LINE 送ってきて今着きましたって来て、はいはい、やべえと思って返事しない。とりあえず心の中ではよく頑張ったなとは言ったけど。はい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 。だってかすみちゃんからあの日なんかね、やっぱ LINE が届いてて、うん、
ね、朝のね、うん、6時頃、うん、取り急ぎとかつって取り急ぎ小生が歌ってる動画とか、あーはい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 、来たね、はいはい、あと大塚さんとかすみちゃんの3年目の浮気の動画とバカ言ってんじゃないよっつって情感込めてってやつね。そう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 で俺はちゃんと帰ってあの日の企画で体重測定だけやってその動画だけ撮って寝たよしっつって、えらい、いやーきつかったよ、面白かった。でもあれはまたやるだろうね。あれなんかやっぱワンクールに1回ぐらいやった方がいいんじゃない。やりたいね。3ヶ月に1遍ぐらい、うん、次俺が5、6メロンだから今回4月にやってるでしょ、うん、だから1、2、3月分を4月の頭にやったと思えばいいから、うん、4、5、6は無理だな、ちょっと7月にやろう4、5、6がちょっときついわでもいいんじゃない、ちょうど夏、多分ちょうどみんなビールが美味しくなる時期だよ。でもその頃やってみ、こないだみたいなオルゴールのスナックの集い、うんうん、こないだすら暑かったんだよ。夏やったらもうビチャビチャやあそこそれこそ地獄絵図よ。もううわー全員ビチャビチャじゃんっつって、外がいいかな、ビアガーデン的な。あ、いいね、やばいね。今年やるかなビアガーデン。やんじゃない、ここまで来たらもう止めないっしょ、ね、おそらく。なんか落ち着いてたらいいな。でもビアガーデンは行きたいな。パルルンもそういうのやった方がいいんじゃないの。何を何を。屋上のアンテナがあるところで、アンテナのそばでビアガーデン。あ、全然なんパルルなんとかより儲かりそうな。ああそうそれな、うん、あでもさ、ってことはさ、スタッフはさ飲めないじゃん。そうね、やだ。そっか、うん、だってそれでなくてもさ限られたりそうね、そうね。え、だってこの間何杯ぐらい飲んだっつったっけ、うん、でも案外久々の割に飲めたのよ。だってマロンのお酒だから結構ちゃんと、あ、そうね、アルコール度数があるじゃない。ハイボールばっか飲んでたよね。飲んでた。ハイボール好きだとは思わなかったよ。ハイボール好きだよ。グレープフルーツ多分ね2杯ぐらいで、ハイボールも2杯ぐらい、5、6杯は飲んでるはずなんだよね。あ、そう、うん、ビールも飲んでた、うん、ビールも飲むの。そうだって乾杯の時ビールでした。イメージないね。なんかわかんないけど、みんなが飲んでるのに合わせちゃう傾向があるんですよね。あー、なるほどね。そう、なんかじゃあ私これでっていうのがちょっと苦手で、ああああああ、だから多分あの時ね、ゆうすけさんの小生さんもビールだったから、じゃあ私もビールみたいな。へー、え、ちとつさんビール飲めたの。いや、みゆさんはカクテルみたいな感じだから。あー、じゃあカシオレみたいな、うん、あれか。あー、そうなんだ。そう、セリーヌビールグビグビってのはなんかちょっと親父臭いねでもそこはさ、マロンマジックがかかっててさ、ああ、ああ、ジョッキじゃないからさ。ああ、そうね、グラスだから、グラスだから、もうチビチビ飲めるから。なるほどね、うん、そういうことか。そうだよ、俺もなんかこの間その小泉地泊まった時に久々に酒飲んだ。ああ、ああ、ああ、そうですよね。私もいつぶりってぐらいに飲んだ。あ、そう、うん。そんで前も言ったかわかんないけど、その飲み会、うん、まあ小泉飲み会っつうか、まあ差し飲みだよね、うん、居酒屋でちょっと軽くやろうぜっつって、うん、でその梅水晶ってやつ知ってる。梅水晶知らないでしょ、うん、知らないんで、うん、小生がバカにすんの、うん、梅水晶知らねえのおめえぐれだよみたいなやめえっつってこれさ、土曜日にね、うん、すごいコウタさんに突っ込んでたみたいなんだよ。あ、はいはい。で、私多分、うん、そっちはもう完全にオフだから突っ込めんのよ、うん、はあ、完全にオフっていうかさ、うん、なんつーの、わかる、わかるよ。もう仕事モードじゃないってことでしょ、うん、そうそうそう、一切のもうプライベートですっていう、一切のプライベートだからこそ、うん、なんかこう突っ込める人とかあるじゃん。はいはいはい。仕事、一応仕事っていうかさ、そういうところで一応さ、そうね、ここもまあラジオの延長っちゃ延長だもんね。そうでしょ、うんうん、そうそうそう、全然普通に ラフな空間だと思ってるけど、はい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 、あるじゃん。そうね、
で一応みんな聞いてるわけじゃん。そうね、一応まあ公共の電波どころかこっちは全世界配信だからね。そうでしょ、そうでしょ、うん、そうでしょ、そう。だからなんとなくこう乗り越えてない壁があるんだけど、でそれでさ、あの土曜日にさ、でもそれあれじゃん、ああじゃんこうじゃんつかって言ってた、ずっと隣で小生さんが、なんでおめえそれ反省会でやんねえんだよって言われていやいや反省会でやだ、そう、そこでなんか言われた気がする。まあずっとね、あの小生は反省会をずっと編集してるじゃんあいつだからあのセリーヌ突っ込まなすぎ問題が、そうやね、で、あの年末のあの年越しやった時はさ、うん、俺が突っ込むみたいな感じで張り切ってきたじゃんあれさ突っ込んでた？いや分かんない、もう覚えてない覚えてないけどさ、過去の反省会とか、いやあの時も結構疲れてたよね。いや俺らヘトヘトよ。その中さ、なんかセリーヌに100の質問みたいなのやりたいみたいなこと言い出してさ、一問一答でさ、でいろいろ質問してたじゃん。やってたね。うん、そう、よくやったよと思った。やったね、そういえば。小生さんの愚痴を言うというね。まあでも。そう。わかんない。小生はほら、誰よりも俺らの声聞いてるやつだから。いやでもね、でもね、そう、かすみさんに言われたの。あの小生さんはいじって大丈夫だっつって。いや、かすみちゃんグイグイ行くから。かすみちゃんグイグイ行くから。乙女だねっていじっとけばもう OK だから。そう。そう、一回なんか全然思ってないんだけど、わかんない、俺も小生一番怒んのって、あの物に八つ当たりすると小生って怒んのよ。あ、そうなんだ。そう、だから俺がここでセリーヌと例えば喋ってざけんなよとかって机バーンやったりとか、うん、もう来週来ねえかなとかってドアバジーンとかって閉めて小生ブジ入れんのよ。あー、おーいみたいな、うん、っていうやつなの。めっちゃいいやつですね。めっちゃいいやつじゃん、基本的には。絶対年上なのめっちゃいいめっちゃいいやつですね。あ、でしょ。でもね、これはね、若干のオフレコだけど、うん、オフレコだな、うん、カットしてほしいんだけど、うん、今から言うところ、今から言うとこカットねさあ、私小生カットするかうん、あすごい、一括してほしいかもって思った。おーいっつって、うん、だってさあー、そうね、でもよくないじゃん。よくないよ、物に当たる。よくない、よくない。そう、え、だからたりするうん、皆さん、あのね、パルルンの事務所って多分、まあ、普通の人も行かないと思うんですよ。普通の人行かないですけど、うん、中入るとやっぱね、ラジオ局ってすげえ枚数の CD 置いてあるんだよね、うん、でなんか俺もさ、こうやっぱパンプの CD とかこうさ、最初行った時にこう好きなの見ていいよとかってこう探すじゃん、うん、もうボロッボロなのね。そうなんだよ、ね、ケースが華奢なのよね。まあね、で、みんなやっぱりこう、特に本社は一人でやってたりする人もいるから、そうね、こう CD とか扱ってると多分ガシャンって落としちゃうのよ。あーあーあーあああ、だってそうだよね、喋りながら自分でそのタグやんだもんね。そう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 、できねえよ俺。それ小生って言ってたんだよね、夕方でよかったねっていう。あ、昼間だってお前あんな喋れねえだろ。いや喋れねえよお前、こっちまでいじくってって俺一回練習したけどマジ無事いからっつってうん、やっぱ喋ってる方がいいわっつってで、この間ユウスケさんにも言われて、うん、その青木さん、はいはい、金曜日の、はい、あいつらの YouTube 長すぎって言われたよくラジオ3時間やったってやつらあんな喋れんなって言ってたって青木さん。あ、で別に聞いてるかどうか置いといてチェックされてんだね。チェックされてる多分時間待て1時間超えてるとかっつってもしかしたら。だからたまにやっぱり20分とか30分の回を作んなきゃダメなんだよたまに、あの最初の頃の初心に帰ってできんの？いや、私はできないと思う。俺が俺が俺がっつうか、ここの、うん、できないと思う。じゃあ今日はここまでって言っちゃえばいいんじゃない
話の流れ関係なく今日はここまでっつって、あの30分もタイマー上がっといて、ピピピピピって言ったら、はい皆さんお時間でございますっつってタイマーね、タイマー、タイマー、もうタイマーしかないよじゃなかったら、あと後から後から、最近ね、あの終わりにしようって言ってからさ、は話すがじゃんあれ小生字幕今日のロスタイムとかつけるのがないマジか、そこまで見てなかったな。そう、今日はいここからロスタイムですみたいな。確かにロスタイムだわ。でしょ、試合でいけばそうだよね。多分うちらあのアディショナルタイムすげえ投げんだあれ。そうだよ、審判あれでしょっつって、あの本来こうすんべきところだから止まってる時間があるから、そういうロスタイムがどん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 増えていくわけでしょ。もう止まってるどころかあのフリーキックじゃないの、ファールになってフリーキックやった時いつまでも痛いんだけど、ほんと痛いんだけどマジやめてくんないみたいな感じで、あの起き上がんないやつがずっといたりとか、あとな、まあ、あのスローインの時もボールなかなか、おいどこのボールとかって、あのボールボーイが、あとあれでしょ、ここからですって言われて、ここで投げてくださいって言われてんのに、そういつもこう位置ちょっとずれちゃう、そう、ちゃもうちょっと後ろだって、だから前行くんじゃないよっつってんのに、あとあのフリーキックピーってなってからなかなか蹴んないと、そうね、そうね、そう、うん、あとフリーキックの位置決めのあの壁作るやつらもなかなか決まんない、うん、そうだ、いちいち審判に鳴らされてね、そうそう、ピッピッピッみたいな、そうっていう感じじゃない、あサッカーはそんな知らないけどそういうとこは見てるっていう、ね、あ分かる分かる分かる、そう、うん、アディショナルタイムで、うん、そうだからね、やっぱこうね、皆さんこう聞いてる皆さんはもう思ってるかもしれないけど、物事ってのは端的に喋ってなんぼですから端的に分かりやすく、ね、結論から先に言って中身は後から説明すると、これはもう基本中の基本で、プレゼンのやったよ俺大学の時散々と、こう見えて理系なんでだってさ、うん、お言葉ですけどこれプレゼンじゃないじゃない、そうよ、ただのおしゃべりだもんだからうーん、反省会っていうよりあれなのかな、井戸端会議とかにした方がいいのかな、昨日さ、うん、そのまあ、YouTuber っていうテーマでやってたんだけど、ああやってたね、で俺電話かかってきて出れなかったやつね、はいはい、ふんわりこさんがさ、うん、反省会みたいなの聞いてます一応反省会って書いてくれてるけど、そうね、みたいなのってついてると思って、みたいなのだからね、まあ、確かにみたいなのだし、みたいなのでもなくなってるかもしれないねと思って、じゃあ反省しよう、反省しよう、今日の反省は何がある、まあ俺噛みすぎ問題はあるんだけど、あカンチャーじゃんだって、うん、言えないのもなんだっけ、今日あのネゴメの名前スコティッシュフォールド、うん、フォールド、うん、あれフォールドじゃなかったっけ、フォールド、フィールド、どっちだ、どっちフォールドか、スコティッシュフォールド、フィールド、言えてたのにね今ね、あだからスイッチ入れればいいの、スコティッシュフォールドこれあれあとなんだっけ、今日あの激ムズの曲名あれもう一回言える気しねえんだけど、なんだあのファルフレーノみたいな名前あったじゃんなんだっけあれあれね、あれね、なんだっけあの曲名今日のファフロツえなんだっけファフファフロツスキーじゃなくてね、いや今 Q シート見ますから、あクラブカニクラブの楽曲で、ファフロツキーズ。あ、ファフロツキーズ。むずくねこれ。ファフってなってる時点でまずね。言えねえよ。これわざと持ってきた。違うんだよ。早口言葉みたいで面白いなと思って。いや、曲名がむずすぎるっつうね。アドア。あ、これも俺今日ね、自分で覚えてる。あの。マティン&ベースジャッカーズでダムダムの後ですよ、うん、フィーチャリングエミーペリッツなのに俺エミーベリッツって絶対言ってんだこれ、あーなんか言ってたかもしれない、うん、ベだったっけって見たような気もする、そうこれはね言った、うん、俺自分で覚えてる、うん、あと何言いづらかったっけな今日、俺ブルーノマーズってすげえ発音しづらいんだよね、ブルーノマーズ、ブルーノマーズって正しくはブルーノマーズでしょ、うんうん、でも俺、うん、どうしても切り方的にブルーノマーズになっちゃう、うん、あ、うん、でもなんかさ大抵の人こう耳だけで聞くとブルーノマーズって聞こえるよね、で聞こえんじゃん、だから本当はブルーノマーズでしょ、うんうん、そうだからそう、あそれ意識しすぎちゃって言えなくなる、そう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 、うん、それはね、うん、むっちゃし、うん、
あと緑黄色社会とかも言いづらいよね。緑黄色社会、うん、緑黄色社会って言いづらいですよね。緑黄色社会って何なの。いっぱいちっちゃい緑黄色社会、なんでちっちゃいヤ行ヤがいっぱい入んだよっていうねとか、そう、あとあれだな、こっちの反省としては面白くなりすぎて、うん、なんかゲラゲラ笑ってたのはいいけど、うん、トークが終わった終わってた終わったみたいな、なんか微妙な前になっちゃった時があって、それ、うん、ごめん、それ俺の反省でアイコンタクト送るの忘れた。やべっつって、俺なんで今日こんな初歩的なミスしてんだろうと思って。いや、そう、なんかさ、そう、大抵は分かりやすくくれるんだけど、いや、そう、俺もね、多分そう、あの時にどっちか終わったような終わって終わったなみたいな感じになっちゃって、だからそこのなんかつなぎが今日グダったのは、あの俺がね、おやらかしたと思った。あー、これやっちったと思ったよ。これ太田さんのせいだろ。あ、多分ね、あれほぼ俺のせい。あれ俺のせいで、しかも終わったらピシッとなんか終わりにすりゃよかったの、なんかでちょっとグダったのいいことにちょっと引っ張ったんだよ俺が。あれはあれ完全に今日俺のせい。なんかさ、あーあーみたいな。そう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 、あれは今日あー面白いみたいなこと。そう、あれはね、今日ね、ちょっとね、何回かやった俺。しかもさ、あれよりによって私がなんかちょっとここイントロ聞かせてから曲紹介させようって思ったところだったから、そう、余計にごまかしきれなくて。もうね、びっくりして見てやばいよ。ちょっと待って、ティッシュ取ってくから、ちょっと待って。あ、そこに。いやね、事故だよ、事故。事故だよ、ほんと。放送事故だよ、もうこれ。本番中やってたら大変よ、これ。あ、面白い。いやー、そうそうそう。それはね、今日ガチンコ反省だわ。1年もやってて、俺今日何やってんだろうと思ったもん、自分で。思った、思った。それはね、今日めちゃめちゃ思ったわ。うわ、なんか今日あれと思って、なんか違うとこ意識向いちゃってたんだろうな。なんだったんだかな。でもなんか面白かったね、全体的に面白かったけど。まあでも、まあ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 、まあ、テーマもテーマ、ね、そうですね、だったしね、うん、なんか最近皆さん上手じゃない。いや、上手じゃないっていうのはその上から目線じゃなくて、すごいなって思うのが、うん、テーマもさ、こっちでも思うぐらいさ、いやちょっと難しいよねとかって言いながら、あるあるある、テーマ設定するじゃん。やるやるやる。でもこう思うよねっていうのを思いながらさ、うん、決めてんじゃん。決めてる。その中でさ、フリートークやっぱ混ぜてくれるとめっちゃ嬉しいよね。いや、めっちゃわかるよ。でしかなんならさ、そっちにこうちょっと脱線してきたくなっちゃうから。そう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 。だからなんだろうな、いいですよ皆さん、例えばそうなの、テーマ1フリートーク9とかで全然 OK、うん、俺結構好きなの、大福さんのメール結構好きで、前半必ずそのにゃんこに絡めたフリートークがあって、後半2行ぐらいに自分の考えシャッて書いてくれるんじゃん。あれいいね、うんうんうん、あれいい。大福さんのメール自分がいっぱい喋っちゃうもんね。喋っちゃう、あのたとえ2行ぐらいだとしてもさ、喋っちゃうね。そう、でもさ、かといって、ああ、たくまちゃんとか、ああ、デリさんのとかはあれね、めっちゃ好きなんだ。そう、あれはあれでね、すごい大事なメールなのよ。なんであんな考え方できんだろうと思ってさ。いや、だからやっぱりそこだよね、そこの考え方を聞けるっていうのは面白いよね。そうなの、そうなので、タグマなんかもさ、あれ、あんたそんなに真面目に考えてんのみたいな、うん、できた後輩ねみたいな。そうだよ、そう、そう。この間でもツイッターでタグマ可愛いなと思ったのが、うん、その先週マックのガチアドバイスしてやったって言ったじゃん、うんうん、したっけ。その今のマックって大体海外から送られてくるんだよ、うん、日本に在庫がないとか、ね、おいおい、俺が買ったマック上海から来るんだってよとかっつって、ツイッターにその画像上げてて、こいつ可愛いなと思った。海外から来るってだけでテンション上がんじゃねえかみたいなので、こいつちょっと可愛いなと思って、うん、可愛い後輩だなと思って、そうか、そうって思った。なるほどね。そうよ、今日ママちゃん手紙書いてきたしね。ママちゃん手紙書いてきた、うん、元気ですか。そう、あとは俺、これはね、良くない反省なんですよ。反省、今日の、今日じゃなくて、今日っていうか最近かな、最近、うん、やっぱさ、ツイッターとか気になるからさ、うん、携帯見んじゃん、うん、でメールも見んのよ、うん、おっつって、うん、メールも来てると思うとさ、うん、
今日の前提なんじゃないんだけど、お気に入りがお得になりましたみたいなメールがこうついつい来ちゃってるのピッて開いちゃったりするんだよね。あ、やべっつってやべっつってちょっとどう思う眉天さん何ほんとこの人エッチなことしか考えてちゃちゃちゃそういうメールが来ちゃっててついついこうちょっと眉天さんかもうやってけないわ私まあ眉天さんにも心配されるぐらいだからそうだよ。マユテンさんの今日の心配ですの位置絶妙だったから、 あれはきっとウィル・スミスさんの奥さんの話にかかってたのよ。かかってたんだよね本当は。だけど、うん、その後半のね、そうだよお前大丈夫かと四六時中スケベなことばっか考えてんだと。でもしょうがないんです。だってセリーヌはさエンターテインメント分野として、まあ、メディアの部門としてラジオっていうものが好きなんでしょ。あ、そうですね、好きでしょ、うん。動画とラジオで言ったらどっちが好きなの？あ、でもラジオかな、ずっと。そう、音声メディアが好きなわけじゃん、うん、その映像メディアっていう、うん、で俺はその映像メディアの中でもアダルトっていうジャンルのエンタメが好きなのよわかる？別にエロい感じで見てるわけじゃないっていうわかりますか？え、何ですか何ですか、あのあれですか、アートとかそういう意味は近いですか？なんかこう、ゾウ、なんていうの、なんちゃら美みたいな。いや、美ではなくて、あ、美じゃない。美じゃなくて、わかりやすく言うと、一本の映画見てる感じ。映画。映画のちょっとエッチ部分が多いですよっていう映画を見てる感じなんですよ。私は。だから全然飯食いながら見れるんですよ。嘘でしょ？全然見れる。全然見れます。いや、どんな心持ちで見てんだよ。だから大学生の時は近所にね、あれはね第2第4の火曜だって気がするんだよに、その全品100円レンタルをやってますと、うん、ね、で旧作が、まあ、大体1週間借りれるわけですよ、うん、でその旧作を借りにそのレンタル屋に行ってこれ5本借りるって決めてんの5本。もう絶対5本なの。え、ちょっと聞きたいんですけど、うん、1本どれぐらいなんですか？大体2時間だから2時間の映画を5本借りると思えばいいじゃん。わかる？はい、わかる、はい、で、あのくったらねドラマとかが入ってんじゃん、うん、いやマジ笑っちゃうよとか思いながら、うん、で、その5本をまあ借りてきます、うん、でもその5本選ぶのが大変なのよ。6本になっちゃったりするんじゃん。やべっつってどっちにしようかなみたいなっていうのを、もうその当時は携帯でレビュー調べるなんてないから、うん、もうあのジャケットが全ての、うん、うわーっつってどっちのジャケットだみたいな。映画だってそうじゃんそうですね、タイタニックって書いてあったら、うん、うわタイタニックってこういう映画かみたいな、うん、天空の城ラピュタって書いてあったら、うわラピュタってこんな感じなんだみたいな、うん、選ぶわけじゃん、うん、今週何本見れるかなって。俺はその5本借りて、でそれをだいたいね1時間ぐらいレンタル屋にいるんだよ。1時間ぐらいかけてこうとこうじっくりこう見んだよね。で家帰って、その当時パソコンでこう再生だから、でパソコンに入れてご飯の用意して、で普通にパソコンでそれをかけながら飯食って、これはあんま面白くねえなとかっていう作業をやって。あ、そうだよね、面白いって感情があるのもね。面白いっていうかさ、そうそうそう、へえ、面白いのその中に、まあ、これはエロいわとかもう出てくるわけそんな冷静に分析してんだ。そう、これはこのだその好きな女優さんとかいいんじゃん。あ、うわー、これはこの女優うまく撮ったねとか、うわお前女優無駄遣いしてんじゃねえよみたいな個人レビューをこうつけるわけよそう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 、それだね。だからエンタメですよ。映画館に行って映画見てんのと変わんない。銀星？銀星は行かないよあれ。いや一回さんだから、うちと何回かやったあのちょんまげたちの茨城スタンっていうやつらが銀星突撃して、やっぱあれなんて、あそこはそのっていう話してた。ところはカットだね。カット。完全カット。カット。
銀星の下りからカットだよ。カット。カット。小生カットできるから。カット。もうピーでいいんや。お子ちゃま見てるんだよ。ああだからお子ちゃま。なんかさ前さ子供バージョンとか作ってましたよね。作った作った。お子様こっちっつって。いやお子様こっちだよ。大人ではあれだよ。で結局さ。YouTube にバンされてなきゃいいって話よ。結局は。わかりますわかりますか。いや、だってほら、良質なコンテンツを作っていくためにはさ。まあね。そうだよ。でもしょうがない。俺がだってそういうキャラなんだ。どうしよう。俺のこと好きだって人減っちゃったら。いや、そうだよ。もう最近。減ってしまえ減ってしまえでもちゃんとこの間いや言ったじゃん、その、うん、茨大前のあの俺らが行った、うん、あの青春を過ごしたと言っても過言じゃないマックの、うん、ビルに初めて入ったと、うん、あの上に雀荘とかがあってさ、うんうんうん、そこんところに東慶っていう、うん、ラジオで言うとあのゆういちさんラジオネームが、はい、いる会社がやってる飯屋が、あそこだ、そう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 、できて行ってきて、うん、でまあしたっけ、その全部基本的に定食880円で食えるの、うん、でご飯を抜いて、定食単品だけだと660円とかな、なのよ、うん、でそのご飯の量が大学生向けの応援食堂だから少なめ普通大盛り昔話盛りっていうのが、まあ、4種類選べますと。へでその後から見たらその昔話盛りってやつは米が3合ありますよと。いや動画映えするために昔話盛り食べましたよ、うん、パンパンよ。ここダイエットやって胃袋もちっちゃくなってんのにパンパンよ。えでも入ったんですか。入れたよ。うーわー偉い。それで夜大塚さんのところから。なんかあんま食べてなかったですもんね言って。腹いっぱいだった腹いっぱいね。ああうん。いやだからもうお茶ばっかこうね。でも残ったのがあったからそれは全部食べたけど、うん、みんな食えよと思って。そうだよ、私もあの後食べたから。食べたもんね。食べた食べた。2人で食ってたよね。そうだよ、うん、小生途中からプロレスの話しに行っちゃったから。そうなの、あれ小生さんが行っちゃったからね。小生はもうあそこが楽しくて、あのマロ行ってんのと言っても過言じゃない。あ、そうだな。そう、それ小生あそこのお話しに行ってると言っても過言じゃないから。でちょうどこうあれで、それこそゆうすけさんとかも帰ったタイミングで、そうそうそう、帰ってかすみちゃんが一回送ってって、そうだから、そんでちょうどそのお皿も下げられるタイミングで、いやいやちょっと待ってください、食べます食べます、もったいないんでみたいな、食べます全然食べますっつって、うんうん、食ってたね。そうだそうだ。いやでも面白かったよあれは。うん、楽しかった。ああいうこうね、いいね、やっぱ大人が集まった時の楽しい飲み会っていうのは楽しいよね。うん、早くあれは持ってだ、いや今年はやんないのかな、パルルン忘年会みたいな。あーねー、どうなんだろう。てかね、噂つかによると、それまでその仕切ってた人がいなくなっちゃったんでやらなくなったんじゃないかって話もあるから。あ、そうなんだ。そうで、まあちょうどそうコロナ禍とも重なっちゃったから分かんないけど、はい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 、そうでもね、少なくとも私が入ってすぐの年明けはまだそんなコロナって言われてない時期だったから、おうおう、普通だったらできたはずなんだけど、やってない、やってないから、多分ちょうどそのタイミングでいなくなっちゃった、いなくなったんだろうね。セリーヌ今だってパルルン何年なの。もう2年なの。3年目には入ってると思うな。3年目には入った。うん、全然シャレキどうでもいいんだねそう、シャレキでしょ。ちょっと待って、コロナ禍だって今3年目ですか。コロナ禍だって今、そうだね、あれ2000ん2020年に20、21、22だから、そうだね。そうでしょ、そうだよ。3年目。でもだってあれでしょ、新卒からずっとそのメディアにいるわけでしょ。まあそうだね、大体そうだね。一回どっか挟んだって言ったもんね、うん、でもほっぽメディアでしょ。そうです。すごいよね、うん、やりたい職なんだもんね一応一応そうだね、うん、めちゃめちゃいいじゃんやりたい職ずっとできてる。めっちゃいいじゃん。 ありがとうございます、うん、だって俺は最初の会社面白くなくてすぐ辞めちゃってし、うん、もともとやりたい仕事とかあったんですか。ないよ。
ないんですか。1ミリもない。強いて言うんだったら芸能事務所入りたかった。ああじゃあそういう方が。でしかもその時はまだ YouTube とかもやってなかったし、うん、なんかあれだった、その俺マネージメントいけんじゃねって勝手に思ってた。おそう、うん、結構いろんなところでイベント仕切ったりとかも好きだったから、うん、スケジュール管理的なそのマネージ、アーティストのバックアップサポートっつうのも結構バンドとかでもやってたから、うん、面白いんじゃねって思って、うん、全然関係ねえのに、うん、今思えば超大手のアミューズとか受けてたもん、ね。受けてた。エントリーシートで通んなかったよ。エントリーシートで通んなかったよ。それがな、通るわけないじゃん、うん、地方の国公立のさ、しかも工学部のやつがさ、何でお前芸能やりてんだっつったらさ、バンドやってましたって、いやそんなの全国腐るほどいるわみたいな。そうじゃんね、工学部じゃんね、関係ねえんだもん、うん、でもさ、びっくりしたのがさ、ゆうすけさん最近こうたさんが茨大出身だって知ったっつってた。マジで？最近っていうかこの多分土曜日に知ったんだと思うよ。え、それまで何だと思ったの？あいつどっかその辺のデーのペーペーだと思われてたのかな。そしたらね、あの方は、はい、あの方は、じゃあもうあれじゃんつって、大きい顔していいんじゃんとかつって言ってたから。どういうこと、どういうこと？自分が先輩だから。ああ、そうそう、全然言ってた。縦社会ですから。そんな厳しかったっけ。いやだい、そんなでもなかったと思うけどね。うん、そうか、ゆうすけさんも茨大だ。そうなんです、そうなんです、茨大多いな、やっぱり茨城は。うん、そらそうだっていうのに、そう最近ゆうすけさん気づいたらしくて、うん、そうですよつって。マジで俺最初から言ってた気がする。そう、最初から言ってた気がするけどなと思ったけど。パルルの後茨大卒いんの、いんのかな。いや、わかんないけど。わかんないな、全然。うん、わかんない。岩竹さんとか、岩竹さんとかは全然違うでしょ、だって栃木出身だし。あ、そっか、うん、あ、じゃあゆうすけさんと同郷か。うん、茨大出身はわかんないな。赤井さんとか違うんじゃない。まあ彗星ですからね。吹きまささん、小生が感動してたね。あ、そう、あのその赤井さんのさ、吹きまさって名前、あれちゃんと読むと彗星になってるんだよって俺誰かに聞いてさ、青木さんに聞いたんだ確か。青木さんとゆうすけさんと一回やっぱマロ行った時に、うん、その話聞いて、そうなんだって俺反応した。確かにそういや、そうですねって、うん、でこの間そのマロン行った時に、そのみんなでやった時に小生に、赤井さんってこうだからねって言ったら、小生がマジかーとかってすげーテンション上がってた。てかさ、小生さんってそういうのなんかクールに決めるかと思いきや結構感動してくれますよね。そういうのあいつね、うん、そこがだから、うん、ギャップなんじゃない。あ、ギャップ、なるほどね。普段そんな感じしないじゃん。全然しない。で小生って、うん、あの力っていうか熱入ると声が裏返るんじゃないかぐらいのあの感じになるんだよ。お前さーとかっつって。あれは小生が乗ってる時だからもうノリノリなの。あ、ノリノリなの。そう、あれは小生ノリノリだから、とりあえず小生の意見を全てあの聞いてからなんか喋んないとダメ。そう、小生は乗ってる時だから乗ってる時に喋ってもらわないと。そうそうそう。何、小生さんのマネージャーさんかなんかですか。まあ、だどっちかというとお互い様だよね。お互い様。あいつも俺のことやっぱこれをやってると。だから言ったのこの間ライブ配信で、うん、仲悪いと言うんじゃないと。別に仲悪くはねえだろ、仲良くないっていう言い方すんだよ小生。俺とコウタはそこまで仲良くないって言うけど、仲良くないって言うとさ語弊があると。お互いに言ってますよね、そういうのね。なんかだからそのめっちゃ仲いいわけじゃないっていう話じゃんっていう話して。でも別に2人で別に飯食い行ったり飲み行ったりとかもしてたから。いや、いいんじゃん、だから仲良しですねって言っとけば。そうそう、だから普通に別に仲いいじゃんっていう話この間したんだけど、そしたらあいつ酔っ払ってたらなんかライブ配信も仲いいなとかっつって。っていう話はしてた。うん、だからなんだかんだバランス取ってうまくできてるんですよ。そうですね、うん、そういうもんですね。ただ今日の動画は何編集してくれてんのか全然わかんない。なんだろう、なんだろうね、今日なんだろうね、今日の動画はわかんないな。うん、今日の動画ちょっとわかんないですね、うん、なんだろう。まあでも助かってる、俺一人じゃこんな編集できねえしよ。
無理だよ。最初の頃やってたけど全然編集なんかやってる時間ねえんだもん。そこに関してはね全然助かっておりますよ、うん、そうだね。ちなみに3年前の今日かな、今日5日だよね、うん、3年前の今日は NHK 水戸午前と午後で生放送2発出てたんだ。あら、磯山さやかと共演してた日だね。なんか観光マイスターがおすすめする県内のおすすめの桜スポットみたいな。でこの頃まだ俺の会社のジャンパーなんかねえから、うん、あの茨城県が作ってる真っピンクのジャンパー着て出てた。あら、蛍光色の目立つやつだ。懐かしい。でこれも NHK 行ったじゃん、うん、で最初の俺の楽屋が一応あったのよ。午前中は俺とその NHK のアナウンサーでやるだったから俺の楽屋があった。でこう楽屋の紙があって、観光マイスターエスキー大沼浩太様って書かれてて、でそこにいた。したっけ、午後はその磯山さやかが来るから、小野さんこっちの控え室お願いしますって、ああ全然いいっすよーつってパーつって、俺の時は小沼浩太様ってホワイトボードにこう手書きで書かれて、それがこうぶら下がってた。さすがに磯山さやか芸能人、もう全部印刷の綺麗なやつだった。おー、やっぱ芸能人と俺じゃ全然違うんだなっつって。なるほど、もう全然違かった。そうなんだ。そう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 っていう感じでしたね。懐かしい思い出。懐かしい。これちょうど3年前だね。へえ。うん。で昨日のそのゆうすけさんから電話もらった時は、あのこの生放送つながんなった時は広沢シティホールで、シティ会館、何今ネーミングライツで、シティ会館、広沢シティホール、分かんないけど、そのまあ俗に言う文化センターで、水戸大神楽っていうあの伝統芸能の柳谷和蔵さんっていう、うん、その獅子舞をこうカポカポやってくれるとこのお得意さんだけがこう呼ばれる獅子の日感謝祭っていうのが毎年4月4日にあって、水戸市長とかも来てんだけど、うん、それにまあご招待されて行って、うん、でゲストが花輪だったの。うん、で俺も花輪って当時すげえ好きで、うん、CD めっちゃ買って聴いてたから、うん、SAGA 生で聴けたっていうテンションやってる頃、ユースケさんここで YouTuber の話してたっていう。電話は出れなかったな。そうだね。あ、折り返し電話した時そこが鳴るの？ここが一回鳴ってそっちの呼気が鳴ります。あ、ずっとかけてっと、そうです。で、誰だよっつって、いや、あの、もう分かってたんです。ああ、あの、ここの電話別にあの公開してない番号なんで。そうだよね、うん、検索しても、いくら検索しても出てこないの。そうです、そうです。あの、本当にここからつなぐだけの、外部とつなぐだけの番号なんで、基本はあんまり外部からかかってくることがない番号なんです。そうだよね、うん、だから多分、一回かけてたら向こうから、そのかけた相手からかかってくることあるかもしれないけど。はい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 、そう。なるほどね、うん、でもこの出会い宛てにあの交通情報とか消防の情報くんでしょ。そうです。そうでしょ。そうです。いや、だからどっからの、昨日登録しちゃったもん。パルルのサテライト。そうです、うん、もうこれでかかってきたら分かるぞ。そうなの。ああ、だ、生じゃなくて早くもっとゲスト呼びたいね。うん、ただ最初俺はやっぱゴルゴさんあたりを呼びたいよね。全然多分ラジオなっかどうか分かんないけど。笑いすぎちゃうんじゃない。そうだね、ラジオ本番これゴルゴさんどう思う、私だったら引っ張られちゃうよなんつって。だよね、俺もそう思うなんつって。ゲストやりたいな。もうないの、見としあると思うよ。ある、まだ、うん、いいな、ゲストいい。まあ、面白いですよね、ゲストもし、うん、にゃんこくんはね今日名前もついたんで、はい、ゴジャくん。ちなみにゴジャっていうこの案件はあのかすみちゃん案だから。みたいですね。うん、かすみちゃん案です。まさかの私のが採用されてんだけどって。そう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 。っていう感じなので、まあまあいいじゃないですか、パルルン楽しくなってきましたよ、うん、まあ最初から楽しいんだけどね。うん、そうよかったよ。でも俺はこの夕方の時間帯で本当によかったと思ってる。
そうね、今考えると昼のキャラではないもんね。なのかな、あの昼のキャラじゃないっていうのが、うん、なんと昼の番組のキャラじゃない、なんつうんだろう、どういうこと、どういうこと、なんだろう、なんか夕方のテンション感の人だなって思う。そういうこと、うん、夕方のテンション感ね、うん、ああなるほどね。まあでもそう言っていただけるとありがたいですよ。夕方にこれができてるっていうのは、おかげさまでこうやって反省会もできてるしね。うん、もうなんだかんだ今日も1時間になっちゃってるんですよこれ。そうですね、じゃあ今日はもう終わろう。そうしよう。余計なことは喋んない。そうしよう。もう終わり。というわけで皆さん今週もありがとうございました。おかげさまで1周年、反省会も本編も迎えられました。またね、来週から引き続き、あの好き放題くっちゃべらさっとで、また来週から引き続き、好きなだけくっちゃべらせてもらおうと思ってますんでね、引き続きどうぞよろしくお願いします。それでは本日も、本編から反省会までお付き合いいただきどうもありがとうございました。また来週、じゃあねー。